はい、続きからやっていきましょう。幽霊屋敷と呼ばれているところに来たとこからですね。幽霊屋敷とは呼ばれてなかったかな。鎧戸が全部降りているのか、屋敷の中は真っ暗だった。自分の鼻先もどこにあるのかわからないありさまだ。ただコートの袖を小さな手がギュッと握っている感触だけが確かだった。空いている左手で壁を手探りし、スイッチらしきものを押してみる。あ、電気は通ってるんだね。パッと視界が開けるように辺りが明るくなった。どうやら電力はまだ来ているようで、少しホッとする。意外と綺麗だな。そうだね。誰の趣味なのかは知らないけれど、見事に揃えられた古風な調度品が目を引く。取り壊さなければいけないほどのひどい様子には見えなかった。案外景観がどうこうというのは建前で、もう一つの噂の方が問題なのかな。幽霊の噂？うん、安心と信頼が売りの町だからね。いつまでも玄関先で立ち止まっているわけにもいかない。そう思って先に進もうとすると、まだ片方の手が少し重たいことに気づいた。あのさ、うん？あっと、その、怖いなら外で待っててもいいよ。怖くないと言っている。ラは慌てたような、怒ったような様子で、掴んでいた僕のコートの袖を離して、先に進んでいく。その後ろ姿を追うように、どっからか迷い込んだ黒い蝶がひらりと飛んだ。蝶。珍しいものを見た。ラ、あまり奥に行くと危ないよ。あ、危ない？どっか崩れてるかもしれないから。なるほど。それに、なんだか嫌な感じがする。なんていうか、誰かに見られているような気がするな。誰かいるのか？誰かいるならすぐにわかると思うけど、そういう気配じゃなくて、なんだ？わからない。怖い？しつこいぞ。怖くないったら。ラはそう言うけれど、正直あまりいい気分ではなかった。こちらからは見えないものに観察されるのは不愉快だ。と、何かが視線の端を横切った。ん？あ。ん？今度は何だ？ラが思い切り肩を震わせて、こちらを振り向く。が、今視界に捉えたと思った何かは、すでに影も形もなかった。気のせいだったみたいだ。お前、わざとやってないか？そんなことはないけれど、でも、わざとだと分かっているなら怖くないだろ？わざとでも怖いものは怖い。やっぱり怖いんだ。ラは真っ赤になって、くるりとそっぽを向いてしまった。その髪に、あの黒い蝶が止まっている。ラの薄い色の髪に、細い針のような足を絡ませている様は、どっか気味の悪いもののように思えた。とっさに払おうと手を伸ばしたが、その前にラがびっくりと肩を震わせた。ラの横側は真っ青で、何か信じられないものを見たように目を見開いている。どうして？唇を震わせて小さくつぶやき、ラはふらりと一歩前へ出た。様子がおかしい。ラ？声をかけてもラはこちらを見ようともしない。いつも濡れたように煙っている青い目は、廊下の先に何かを見るように揺れていた。待って！突然高く細い声で叫んだかと思うと、ラは廊下の奥へと走り出す。ラ！慌てて呼びかけると、ラは息を呑んで立ち止まった。ここに止まってるんだね。振り向いたラの今にも泣き出しそうな顔を見た瞬間、これ以上近づいてはいけないのではないかと思う。その思いを強引に振り払って近づこうとしたこちらを、ラは一歩退いて制した。すぐに戻ってくるから、お願いだから黒目は来ないで、ここで待っていてほしい。それだけを苦しそうに残して、ラの小さな背中は屋敷の奥に飲み込まれるように消える。あまりに切羽詰まったラの様子に、思わず言葉通りに立ち止まってしまった。そうした自分が腹立たしい。待っていろだって。冗談じゃない。ラを追って
廊下を駆け出した。ラはどこへ行ったのだろう。屋敷は広くて、一つずつ部屋を調べていくにしても時間がかかる。じりじりと気持ちが焦った。こちらを振り向いた時のラの様子がとても気にかかる。泣いているラを見るのは残念だけど、たくさんあることだけれど、あんな悲しそうな顔を見るのは初めてだった。早く見つけてあげなければいけない気がした。そうだね。ラの姿を追って屋敷の奥を進んでいると、黒い蝶が何匹か飛んでいることに気づいた。そしてそれは一つの部屋の前に多く集まって群れをなしている。蝶は部屋の扉に止まって、ゆっくりと瞬くように羽ばたきを繰り返していた。扉の取っ手を掴んで開こうとすると、鍵がかかっているようで空回りしてしまう。ラ、ここにいるのか。声をかけてみたけれど返事がない。ラは来ないでほしいと言っていた。もしかしたら内側から鍵をかけているのかもしれない。一人になりたいならそれでもいいけど、今はダメだ。悪いけど開けるよ。ポケットに手を突っ込んで細いピンを2本取り出す。床に片膝をついて鍵穴を覗き込んだ。簡単な錠前だ。数分もしないうちに開けられると思っていたのに、思いのほか時間がかかって苛立った。ラ、扉を開けて中に入る。部屋の天井を埋め尽くすように黒い蝶が飛んでいた。ラの姿はないようだ。ただ机の上に広げたままになっている白い紙が目を引いた。気になって手に取ってみると、細かい文字がびっしりと書き込まれていることがわかる。生命活動とは、あまねく化学変化の連続であり、その変化を促し統率しているのは脳からの電気信号である。信号とは情報であり、情報とは記憶の連鎖である。何かのレポートのようだった。記憶とはどのようにこの脳という狭い小部屋の中に収まっているのだろうか。またそれを任意に呼び出し、実物と同じように再現することは可能だろうか。すべての受容器からの刺激は神経を通じて脳に至り、脳によって現実として認識再構築させる。この再構成プログラムに侵入することができれば、記憶の再現は可能だろう。しかし脳内において記憶データの収納の方法が未だ明確ではない。概念による区別や省略を重ねているのだろうが、不確定なことが多い。現時点で可能なのは、被験者の個々の記憶と最も多くネットワークが通じているたった一つの記憶を引き出すことだ。つまり被験者が最も深く意識に刻み込み、忘れたくないと思っている記憶を現実を寸分違わずに再構成することが可能である。それが幽霊の正体ってことかな。レポートの右側にトリガーデバイスとして黒い蝶のイラストが描かれている。思わず天井を覆うように飛んでいる蝶の群れを見上げた。悪趣味なものを作る。私は自分の記憶を信用できない。ていうかあれだよね、蝶ってさ、一匹二匹だとああ綺麗だなって思うけど、うわーって言うと多分気持ち悪いよね。この記憶のどこまでが私の悲しみや喜びで、どこまでがそうでないのか全くわからない。このシステムが完成したなら、一番に私が被験者になるだろう。何が現実で何が幻なのか、はっきりとさらされるなら本望だ。ここでレポートは終わり、次のページに続いていた。机に置いてある続きの用紙を手に取ろうとして、目に入った一文に動きを止める。何が現実で何が幻なのか、はっきりとさらされるなら本望だと思ったが、やっぱり面倒になったのでやめた。は？なんていい加減なレポートだろう。一気に力が抜けたけれど、まだ少しだけ文章に続きあることに気づいて、書かれている文字に目を落とす。それにと天井からひらひらと舞い降りた一辺の黒い蝶が額に止まった。軽く払おうと手を挙げると、その向こうに白い影のようなものが見える。これが例の現実と全く同じ記憶の再構成なのだろうか。そう思って目を凝らすと、
どうやらそれは間違いで、ラがそこに立っているのだと分かった。ラ、探したよ。声をかけると、ラは一瞬驚いたように瞬きをし、そしてどこか呆然とした足取りでこちらに近づいてきた。大丈夫？ああ、黒目？ん？いや、なんでもない。ぼんやりとうなずいて、ラは僕の手元にある白い紙を見た。それはなんだ？実験のレポートみたいだけど、なんだかつまらない作文みたいだ。しかも、ものすごく字が下手だね。紐のような、蛇のような字で、とにかく読みにくい。幸いここに幽霊退治の方法が書いてあるから、それが済んだらここに出よう。そう言うと、ラは黒い蝶が飛ぶ。黒い蝶が飛ぶ、天井を見上げ、やがて小さくうなずいた。六番街のアルマへ向かう道すがら、ラにあの屋敷で見たレポートの内容を話した。日が傾きかけ、長く伸びた自分たちの影を追いかけるように通りを歩く。オレンジ色の光が僕の話に小さくうなずきを繰り返す、ラの横顔を照らしていた。つまり、あの蝶が頭に止まっていると、その人の忘れたくないと思っているものが見える？そう。でも、蝶の活動範囲があの部屋の周りだけだから、実生活には役に立たないね。あの屋敷も、あの屋敷にこもって暮らせば、ずっと思い出と過ごせるけど。まあ、取り壊しが決まっているから、もうあれが機能することはないだろうね。中央社に報告はしないのか？うん、秘密だよ。もしかしたら僕はあのレポートを報告しないことで、失われるものがあるかもしれないけれど、それでも開発者が黙ってあれを使用し続けること、開発者に黙ってあれを使用し続けることはできないと思った。そうか。と言って、ラは微笑んだ。なあ、黒目には何が見えた？僕には何も見えなかったよ。何も、だ。笑ってそう言うと、ラはこちらを見上げ、それからまた前を向いて歩き出した。しばらくそうやって黙ったままの二人、並んで歩く。黒目、あのな。何？ちょっと、手を繋いでもいいかな。伺うようにこちらを見上げたラの方は、夕日に染まって真っ赤に見えた。少し意外に思ったこちらの様子に気づいて、ラは慌てて言い募る。その、ちょっとでいいんだ。あの街灯のところまででいいから。と、そろそろ日が灯り始めるであろう街灯を指さした。別にいいよ。アロマまでだって。それは恥ずかしい。そういうもの？笑って手を差し出すと、ラはそっと大切なもののように握った。街灯まではほんの数十歩だ。できるだけゆっくりと歩きながら、ふと聞いてみる。ラには何が見えた？すると、ラは困ったように首をかしげ、うなずいた。見えたよ。幽霊でも何でも、また一目会えて嬉しいと思ってしまった。そう、よかったね。ああ、でも。と、ラは僕の手と繋いだ左手をキュッと握り直す。でも、ただの幻だ。そう軽く笑ったラを見ていると、あのレポートに書かれていた最後の文を思い出した。何が現実で、何が幻なのか。はっきりとさらされるなら本望だ。と思ったが、やっぱり面倒になったので、やめた。それに、きっと私の悲しみも喜びも、あるのはこの狭い小部屋の中ではなくて、今ここに。私の腕の中にいるのだろう。俺は誰が見えるんかな？誰がというか、何が見えるんかな。うちのウサギかな。勝負なんてものは勝つためにある。負ける戦いなんて絶対にごめんだ。確かにな。勝負するんやったら勝ちたいな。あ、ブレイクタイム。勝負の行方。休憩か。あ、I will win って書いてある。
物を美味しそうに食べる子はいい子だ。そうだね。いっぱい食べる君が好き。そういう法則で見ると、今目の前で俺が作ったハヤシライスを真剣に食べている女の子はとてもいい子だということになる。もちろんその結論に文句などない。ラちゃんはいい子だ。おまけに可愛いし。黒目とラちゃんは週に 2,3 度昼飯を食べに店にやってくる。黒目が自分の客を店に来る連れてくることはこれまであまりなかったから、これは結構なサービスぶりだと思う。今回の客は女の子なので扱いに困ったという理由もあるのかもしれない。その黒目だが今は店にいなかった。定期連絡のために中央社に、出向いているのだ。黒目がラちゃんと契約をしてからそろそろ3週間ほどになる。それこれまでの経過を まとめて報告するようになとするようにと上司の右手に呼び出されたらしい。ラちゃん一人で留守番というのも面白くないだろうと思ったのか、黒目は夕方に彼女を連れて店にやってきた。そして彼女を店に置いて自分は一番街の中央社へ行ってしまった。気が利くのか利かないのか微妙にわからないやつだ。ラちゃんは夕食のハヤシライスを美味しそうに食べながら、ふとカウンターの奥のガラス棚に目をやった。そこには色とりどりのラベルを貼った小瓶が並んでいる。今日前から気になってたんだが、あれはなんだ。俺はラちゃんの小気味よい喋り方が気に入っていた。だから聞かれたことにはついつい正直に答えたくなる。ああ、あれは俺の商売道具だよ。料理のスパイスか何かか？違うね。そっちじゃなくて本職の方。本職？今日はアルマの店長が仕事だと思っていた。はは、それでもいいんだけどね。一応これでも風刺なんだよ俺。ラちゃんはまじまじとこちらを見て疑わしげに首をかしげる。ひどいな。ま、あんまり仕事をしてないから仕方ないか。芝居っぽく肩を落として見せ、俺はガラス棚の小瓶をいくつか手に取った。ラちゃんの目の前のカウンターに並べる。これは精油。エッセンシャルオイルだよ。ん？意味がわからなかったらしいラちゃんのために、小瓶の蓋を開けて中の液体を 2,3 滴ハンカチに落とす。それをラちゃんに渡した。鼻の香りがする。だろう？あんまり香りを吸い込んじゃダメだよ。黒目のお客を俺が取っちゃまずい。ラちゃんは名残惜しそうにハンカチをこちらに返した。これが俺の記憶処理の方法。気分もすっきり、記憶もすっきりで一石二鳥。アロマオイルとか、あ、だからアロマか。っていうか、そういうのってやってる人います？あんまりそういう香りが苦手で、うちではやらないんですけど。たまにね、シャンプーの香りで遊んだりとかはしますけど。でも、金がかかるんだよね。いいよな、見るだけで仕事ができるやつは。気分もすっきり？そう。気分をリラックスさせたり、高揚させたり、体にもいろんな効果があるんだよ。そうなんだ。バブ買ってこようかな、また。感心したようにつぶやいて、ラちゃんはじっと精油の小瓶を見つめていた。これ、高価なもんなのか？え？安くはないね。商売からたくさん種類を集めなきゃならないし。もしかして欲しいの？ラちゃんは黙ってうなずいた。少し思い詰めたような表情が気になる。何か気分が落ち込んでるとか？あ、私じゃなくて黒目の方なんだが。なるほど。気真面目なやつほどけなげす、きな気真面目なほどの けなげさに思わず笑いそうになってしまった。黒目がね、そんな繊細なやつか。落ち込んでいるというのとは少し違うのかもしれない。普段は変わりないんだが、時々とても冷めたような顔をする。それで心配なの？あえて問うと、ラちゃんはうろたえたように視線を漂わせてからこくりとうなずいた。なんだか無性に黒目をどついてやりたい気分になった。そっか。でもそんなに心配することはないと思うよ。あいつ最近仕事をしてたでしょ。ほら、あの三つ編みのお嬢さん。うん。風刺ってのはね、仕事の後は気分が塞ぐものなんだ。そうなのか。個人差はあるけどね、記憶を消せってのはあまり気持ちがいいもんじゃない。たとえ望まれていても消えてしまう記憶に対して俺たちは責任が持てないからね。だからこれでよかったんだろうかって少しの間考える。でも考えても仕方がないから、
すぐに復活するけどね。黒い目もそのうち元に戻るよ。そうか、ありがとう。ラちゃんはほっとしたように笑った。こういう可愛い笑顔には本当に参る。今日は黒目とは長い付き合いなのか。ん、どうして。黒目のことをよく分かっているなと思って。それに仲がいい。ラちゃん、それ本気で言ってんの。顔しかめて言うと、ラちゃんは不思議そうに。違うのか。違うね。ここだけの話って隠すようなことでもないんだけど、俺あいつのことめちゃくちゃ嫌いだったんだよ。本当に。本当。詳しい話聞きたい。聞きたいと思う。ラちゃんは好奇心と遠慮を戦わせた後、ためらいがちにうなずいた。俺は笑って了承すると、ラちゃんが食べ終えたハヤシライスの皿を片付け、代わりにホットミルクを勧める。自分はコーヒーを片手に何から話そうかと考える。ずいぶん昔の話だ。ラちゃんは疑うかもしれないけど、俺こう見えても結構いいところのお坊ちゃんだったんだよ。あ、ほら疑った。自分でも嘘っぽいと思うから別にいいけどね。とにかくうちはその辺じゃ知らない奴はいないってくらい有名な家系で、俺はそこの一人息子だったってわけ。グレてたけど。グレ？悪さばっかりしてたってことさ。黙っていても自分には食うには困らない金や家が転がり込んでくる。もう決まっていることだ。そういうのがつまらなくて、少し道から外れたところを歩いてやろうと思ってた。バカだよね。でも厄介なことに、俺ってかなり優秀なやつでね、どんなことをしても大抵うまくいっちゃったんだ。怖いものはないくらい何でも成功した。だから誰も俺を怒らなかったし、責めもしなかった。17になった時、国から手紙が家に届いた。お宅の息子さんは風刺の才能があるので、こちらで引き取って訓練しますってさ。正直当然のことだと思った。風刺は国のエリート職だ。俺みたいな才能あふれる若者が選ばれるのは当たり前だってね。なんか嫌なやつだな。そうだね。あ、俺もそう思う。でも本当にそんな風に思っていたんだ。訓練生になったら町から出られなくなるけれど、家族は止めなかった。家から風刺が出るなんて名誉のことだから。俺は息を言おうとこの町の訓練者に入った。そこで黒目に会ったんだ。つまり俺と黒目は同期生ってわけ。なるほど。それで親しくなったんだ。全然、むしろ毛嫌いしてたね。訓練者には国中から風刺候補生が集まるから、老若男女いろんな人間がいた。俺と黒目は多分あの中では一番年が近かったと思う。けど長い間話をしたこともなかった。どうして。とにかく嫌いだったんだよ。気に入れなかった。俺は風刺としてしてもちょっとしたもんで、他の奴らはみんな一目置いていた。そんな俺から見ても黒目の才能は群を抜いていた。黒目は大げさにパフォーマンスするやつじゃないから、みんな気づいちゃいなかったんだけど、今日は大げさにパフォーマンスしたんだな。あは、だって目立つの好きだし、尊敬されるのはもっと好きなんだ。とにかくそんな理由もあって、俺は黒目を敵視していたんだ。俺は負けない、絶対に勝つって一人で勝負を挑んでいた。そんな頃、俺たち訓練生の中では S 級ライセンス風刺の噂が流行っていた。 S 級風刺なんて本当にいるのかってね。だって誰も見たことがない、記録もないじゃ幽霊みたいなもんだ。アナライという名前の S 級風刺がいることは知っていたけれど、本当に存在するのか疑っていた。会ったことも ないし、証拠が著書だけじゃ怪しいもんだからね。訓練生は優秀な順に A から F のランクをつけられる。みんなライバルみたいなもんだ。それでも S ランクなんてありえない話だった。 S 級風刺の存在を疑うのはちょっとした嫉妬があったからかもしれない。そうか。うん、今だからそう思うんだけどね。で、俺と俺の悪仲間数人は S 級風刺の存在を確かめてやろうと計画を立てていた。町へ来た客が八幡街の門から出ていくのは知っていたから、 S 級風刺はその向こうにいるはずだ。 S 級風刺に会わなければ記憶処理は完了しないんだからね。俺たちは門の見張り塔に忍び込んだ。
門の見張りは訓練生が交代でやっていたから、そいつに手引きをしてもらえば簡単だ。夜中までそこに潜んで、審問官が交代するときを見計らって門を開け、町の向こう側へ行ってやろうと、という計画だった。ついでにちょっといたずらでもしておいて、次に見張り番に来るはずの黒目に恥でもかかせてやろうかと思っていた。小ずるいな。まあそう言わないでよ。若気の至りってやつ、本当に賭けだったんだ。けどね、そうそう全てがうまくいくもんじゃなかった。この町はそんなに甘くないってことだね。夜には見張り塔に厳重な鍵がかけられて、俺たちは外に出られないし、町の中へ戻ることもできなくなった。間抜けだね。でもあの時は本当に焦った。忍び込んだことが見つかったら俺はこの町を追い出される。そんなことになったら家にも帰れない。俺の人生終わりだって今まで散々アウトローを気取ってたくせに怖くなった。そうやって俺たちが途方に暮れてると見張り番を交代した黒目が巡回に来た。一旦切りましょうか。さてどうなってしまうのかみたいな切り方で本当に申し訳ないんですけど、時間的にもあれなので。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。